皆さんこんにちは、劇団おじいです。さあもう寝たいけどね、本当ね、もう日付変わっちゃいました。今回は羽田空港事故ね、ものすごく重要な動画になります。この動画を最後まできちんと見れる方ね、そういう方がどれぐらいいるのか、赤い血の流れた人間がどれぐらいいるのか、今このチャンネルのコメント欄には工作員がいっぱい来ています、ね、まあ、ただ誹謗中傷するだけならいいけども、工作員がいっぱい来ています。今日本の国がどういう状態になっているのか、どれぐらい蝕まれているのか、おじいのチャンネルを見ればわかると思います。1個前の動画ね、1個前とか2個前か、今回のね、解放機の動画のところで、今回は本当ね、ゲストに招きたい人がいるんだけども、残念ながらね、呼ぶことができないんです、ね、ものすごい愛国精神を持ってこの日本すごい心配していたね、おい慎太郎、ちょっと降りてくるね、言ってやってくれよ、本当この日本ダメになっちゃったよ、あんたがいなくなってから、ね、本当ね、この日本という国はね、もう終わってるね、読解力の低下からね、理解力がない、だから日本は地に落ちている、開発力もないね、全てメイドインチャイナに頼っている、国産はもう ほぼない、国産があったとしても改ざんだらけでだらしのないものしかない、ね、もう日本が唯一誇る、輸出で誇る車、それももうダメ、ね、もうなんて国になったんだ、ね、それはなんでかっていうと、理解力、読解力、ね、亡くなった日本人しかいないからです、ね、支配されてる。今回の羽田空港の事故、完全に解放機は被害者以外の何者でもない。で、過失がもう 0.1 の微塵もないのは JAL 機、日航機。日航機はもう過失の彼女もない。ね、不可抗力。信頼して入って、指示通り入って、ね、やられた。すごい被害者、ね。で、今回解放機は被害者、トラップにはめられた。ね、こうとしかもう思えない。ね、まあ、事件事故評論家の元気なおじいとしては、ね、いろんな角度からいろんな情報を得ながら、どう考えても入っちゃいけないところに入る方が悪いじゃないか、ね、その意見がすごく多かったんだけど、まあ、確かにと思ってね、そう思っていた。ところがいろいろ調べて進めていくうちに、解放機の皆さんが指摘しているものは、これが例えばもう意味合いが全てのことがね、例えば安全の確認とかそういったものなんだけど、でも安心感ね、要は青で、例えば仕事で言ったら青であるって言われてね、 OK だよ青であるったら安心していくよね。だから突然後ろが燃えた、何が起こったのか、まさか飛行機が来てね、追突されたなんて想像もできない。だから何が起こったのかわからない。でも後から出てきたその後の記事はね、突っ込まれたって書いてあるけど、そこにもう吹き込まれた情報がある。情報っていうのは何でもそうなんだけど、要は初期の頃初動に出てきた情報っていうのが一番真実に近いんです。で、安倍さんの時もそうだよね、初期の頃に出ていたニュースっていうのは都合が悪くなると真っ先にみんな消えました。
3発聞こえたってあの記事どこ行ったとかね、いろんなものが消えたよね、都合の悪いものがね。まあそれも踏まえてね、徹底的に OG が今回は解説します。でいろんな方が、まあいいよ、でも動画的にはいろんな意見のね、いろんな角度の見方、考え方があるから意見交換は大いに結構してるけど、本当今冬休みなんで誹謗中傷が多いのでね、まあどんなもんかと全部許可 してるけどね、もう腹が立つけどみんなねピチピチ、まあこういうのが来てるんだよって感じでね、回復関連のやつは今ね、ほとんど8、9割ぐらいね、すべて許可してるけど、よっぽどひどい Google 様に引っかかったら知らないよ。で、まあ、まとめろとか、ね、わかりにくいとか、今冬休みなんで何を言ってるかわからないっていう、だから子供たちは見るな、とりあえず。大人の話をしてるから、見るな。ね。もう冬休みなんだからドラえもん見てな。ね。で、いいよ、都合のいいとこだけこれがルールなんだとか常識なんだとか当たり前なんだとかこうしてはならないとかそんなものを当てはめるんじゃない。一箇所一箇所ね、工作員とか賢くないやつっていうのは都合が悪くなると話をそらしたり、別の一箇所だけを集中して、うわーってここだけでやってくるんだ。それをよしなさいって言ってるの。何度も説明したように、4往復目だけ停止しない理由は何か説明せよ、それじゃあ。反論してる奴らが説明せよ。おじいが納得できるようにコメント欄で説明しろよ。できないだろ。できないくせにあだこうだ容赦したこと書いてるんだろ。いいか、問題が起きるっていう時は当たり前のことができていなくて外れて発生してるんだ。いいか、すべてのことが正しく守られていたら事故は起きないんだ。で、中にはね、まだこれからいろいろ調査するんだから結論も出てないうちに、いや出てないうちにあちこちお前ら言ってんじゃないかみたいなね、これはこうでやるからこうこうこうでやるみたいなね、まだ消すまでよ、おじまでよ、これ。だお前が言ってたら、だって消すまで出たらお前さって言ってんじゃないか、みたいな。ね。だから本当にね、この4往復目だけ停止しない理由は何だし。だこの気象が危ないのか、介護の教育が危ないのか、でも3往復目と、ね、3往復目は少なかれども、きちんと停止をして、きちんと発信をして、問題はなかった。ね。それを無線を確認してくれてね、市長さんが報告をしてくれてます。逆に説明してみろよ、なんで4往復目だけ停止しないんだ。納得するおじができる説明してみろよ。副機長が副機長しているなのに指摘しないで止まらなかった、他の隊も聞いてる、それは何でなんだ。おじいに納得できる説明してみろよ。おじいの仮説はつながってるんだ、すべての辻褄が。反論してる連中は辻褄が合わないんだ。まずは反論する前に辻褄の合う仮説を立ててから言えつってるの。あと異議申し立てるっていう言葉を使う、あのポンのターン
そこはいらない、わしの考えとしてはで投稿しなさい、意義はいらない、違う、意味が違う、わしの考えはこうだよ、それで書きなさい、ね、意義はいらない、正解も不正解もない、正しい正しくもない、この段階で。じゃあ調査結果が出たらそれが正しいのか、安倍晋三暗殺事件警察庁が発表した PDF の内容が正しいと思うのか、じゃあ誰かが辞任すればそれで終わりなのか、それが結果なのか、責任はどこにあるんだ、誰が犯人だ、誰がどう責任取るんだ、そこが目的な人がいるでしょ。おじいそんなの関係ないんだよ。なんで起こったのか、どうしたら起きなくなるのか、でも起きなくなることはもう分かっていて、これをやればできるのにやらない、やらない原因はなんだ、反論してるバカどもたちがや、ね、これをやればね、あのおすすめで、あの望ましいっていうものをやらないバカどもの考えが、完成感が同じ考えを持ってやってただけだろう。この羽田空港の運営がその考えでやったんだろう。だからこの日本の世の中はアホだらけになったんだよ。慎太郎が怒ってるよ。そんな考えでやったらばっか、おじゃ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 いて。全部しっかりこの動画で説明するよ。本当許可してるうちにだんだん腹が立ってくるんだよ、ね、こんなに分かりやすく説明してるのに。で、解放機乗組員全員が確認許可を得て侵入している、そうでしょ。で、離陸許可後は停止せず滑走路へ出て飛ぶ、必ずしも停止するまでではないっておじいは言われたよ。秘書さんからそうやって言われたよ。ここは一時停止で、ね、なんで飛ばないんだね。おじい、ね、周りがあれだって、必ずしも職は止めないけど、誰ないわけではないよ。だそこで待機する場合の停止線であって、リークが出てリークしてそこに行くのに、必ずしも止まる、一時停止の場所ではない。そう言われたよ。それがいろんな紐を解く鍵になったんだよ。秘書さんからいろいろな情報をいただいて、ああそうなんだねっつって、全ての始まりはわからないことから。で、解放機長許可を得て滑走路へ進入ね、もうこうやって説明しろっていうあれがあるから、出なきゃわからない。それだけいい。おじいのチャンネル見て、わかりやすかった、よくわかったってコメントがいくつも来てるのに、何を言ってるかわからないっていうのは、それを自分で自己申告してるんだよ。まあ、冬休みだからしょうがないけど。解放機長、許可を得て滑走路へ侵入と説明。解放機長、離陸許可を受けた。離陸許可を受けたから、滑走路へ侵入して、離陸しようとエンジン出力を上げていた。3人以上で聞いていたが、管制官の指示を取り違えたかっていう記事があるけども、3人以上で聞いていて、誰も不思議と思わない。だって離陸許可は出てる、言ってるんだもん。だから一時停止したようにも見えない。動画で残ってるでしょ？見たでしょ？だから、まさかね、ジャリキが来るとも火災出ない。まさか来ると思わない。だからいきなり後ろが燃えた。追突されたなんて思わないから。最初にできた情報がこれ。で、後からその翌日とか翌々日に、突っ込まれたとかね、持った内容が出てきた。最初に出てきた言葉が、え？って、
表から何が起こったか見たか、ね、見た人たちは分かってるから、おいおいってなるけど、気象の立場になってみたら、何が起こったか分からないんだよ。え？ってことが年よくて、ドーンって、おー燃えてる？何が起きたんだ？許可を得て、理由許可を得て、火葬に出て、飛ぼうと思ったら、ダーンって来た。そうでしょ？で、強い衝撃で、大やけどを負って、当たり前じゃパニックになるさ、何が起こったかわからない。事故ってそういうもんだよ。事故の経験ない人は分かんないかもしれないけど。全部つりつまが合う。ね。それで、これは、いい？シドロモドロの元機長が出演してる一番最初の、今日もう4日だ、7日だから、5日だかも行かないってなってたから、で、ほんと直後の、この速報の、真っ先に最初に借り出された時の内容なんです。速報で呼ばれてるやつよ。いい？海保機が離陸していないのに、管制塔で着陸許可が出た可能性も、元日光気象に、ということで、一番最初の情報なんです。で、ここから何かの大きな力が、何があるんだろう。安倍さんの時もそうだった。何かの力があって、宗教のあれしか出てこなくなっちゃった。不思議だね。今回の内容も、なぜか、管制塔の、ね、業務は適切だった。強く強調。どうもおかしくなってるんだよね。離陸しようとした保安庁の飛行機に、日本航空の飛行機が後ろから突っ込んだということも考えられる。この元機長がね、言っていたんだよ。何が問題かというと、まだ飛行機が離陸していないのに、着陸許可を出しちゃったのかもしれませんね、管制官が。今でも見れるよ。パイロットの方は目の前には何もいないよねというつもりで行きますから。これは降りてくる方もそうだし、海保もそう。離陸許可が出ていたら来ないよねと思って行くんだから。目の前に海上保安庁の飛行機が止まっていることが見えていなかったのかもしれません。で、それはシミュレートで見てみても見えないよね。当たり前。で、今回の件は、離陸許可が出ていた可能性がゼロではないよね。一体何が？で、チャンネルもね、じゃあ、切り替えて、こっちのやつを聞いていなかった可能性がとか言ってた人いたよね。じゃあ、その聞こえてないそちらの方で、何があったかとか。で、まずね、二つ。まず、おじいがね、前回の動画で言っていた、この福岡のね、医師と、これ平成24年。去年とか一昨年のお話ではないよ。で、
の機種がね、こんな内容があってね、で、分析した結果こうでね、で、管制塔からのね、これがこのそれぞれのこれがこういう配信にいてね、これでも起きてしまったミスがあった、重大インデントで原因はこうであった、だから再発防止として、ね、RWSL 滑走路状態表示灯システムの整備の推進、有効なリマインダーの採用で、これらのものがあって国土交通省は7つの空港にこれらをね導入するっていうことで決めてね、近いことにした。これが再発防止策の中の一個です。で、航空局の対応としては RWSL の整備ね、要は滑走路入り口と離陸待機灯を整備する、ね、そしてリマインダー、そして飛行場管制席をモニターする管制官を配置し、ダブルウォッチ体制を実施している。だ重大インね、ここに書いてあるね、これね、重大インシデント、ね、これの再発防止策として、これが推進、そしてそれの整備、そして、リマインダー、モニター、ダブルウォッチ体制、ね、やっぱりこう見ていて、管制官でのミスがあったから、発見できなかったから、それをモニターに専属をつけるということで、これが再発防止なんだよということで、じゃあ、ここまでやれば大丈夫だよねってことが、こんなに昔にあったのに、なんで他に生かされないんだっていうね、こっちの方だけ整備を、国土交通省、ね、決めたとしてもセットでこっちの方が、ね、なければ意味がないだろうっていうね。でもう一つ、ね、この重大インシデントいろいろあるんだけども、まあ、同じようなものが、あって、ね、これは福岡航空から木目国際空港に向け離陸のためってやつね。でやっぱ、こんなようなことがねこうやってあるんで、まあ原因とかこういったものがあってね。それで、このね、ストップバーシステム、ね。再発防止に向けて、ストップバーシステムの使用。わかる？重要インシデントに対しての再発防止に向けて、ストップバーシステム。何たでも、こういったね、ことがいくつもあって、ね、でもストップバーシステムがあるのに再発防止に向けてこれらのがあってこれを設置してってなってるのに、それを9ヶ月以上も使わない状態で、いい？あんのぽんのたんの書き込みを皆さんね探してみてください。解放機はね、潔白だった。そこのところのコメントかなんか知らないけど、いっぱい来てるんで、なんか知らないけど、なんか、その動画だけボーンってなんかなってて、いや、えらいことになってるんだけど、そこのところ見てください。ある、あんのぽんのたんのコメントがいっぱいあります。それがおじいが言っていた、このストップバーシステムを使わなければ、意味がないじゃないかっていうことと、ここもう日本人の理解力が地に落ちた、そんなコメントをたくさん見ることができます。おじいが言ってること嘘ではないよ。探してみて。こう解放機はね悪くないんだよっていう、発見した。で、これだってね。あの動画見てこう。このね、ストップバーに関してなんだけども、ね、このストップバーシステム、ね、この内容。で、これはおじいが最初に、あれしたやつではないけども、まあ、滑走路誤進入はいかなる
姿勢や気象状況においても起こる可能性がある。だから視界が良かろうが視界が悪かろうが、誤信流は気象状況に関係なく起こる。滑走路手前の停止位置にストップバーを設置し、夜間および RVR が550メートルを超える指定状態であっても、これを使用することが効果的な滑走路誤信流予防策の一つとなり得るって書いてあるのに、いい？アンのポンのタウンはどんなコメントを言ってると思う？当時あの時は7メーター見て550メートル以上あったからね、それはつけなくてもよい。だからその考えなんだよ。いろんな事故とかね、事件とかいろんなことはその考えから来るんだよ。何のためのストップバーシステムなんだ。いかなる気象条件でもね、発生する。ね、550メートルを超える指定状態であっても、これを使用することが効果的な滑走路誤信流予防策の一つと書いてあるんだから、すでに使うのが安全なんだろう。なぜわからないんだ、バカ者。クーデからクリージュ見えてるから、それが使うしかないね、空港の判断。そこが間違ってるって知ってるんだよ。再発防止にならないんだよ、それじゃあ。だから国土交通省が悪いから知ってるんだよ。ちゃんとこういうものがあるわけじゃないか。このストップバーシステムはね、対策として再発防止に向けてつけたんだろう。で、どんな状況でも起きるから、これがついてれば。じゃあよ、車のストップランプ、ね。じゃあ、いらない？ね、明るいらない、昼間であって、ね、減速すれば当然、わかるわけなんだから、ね。じゃあ、暗くなったりとか、ね、指定が550メートル以下だったら、別にストップランプ、ね、LED つけなくてもいいっていう。ね。だどう？危ないでしょ？だ厳密に言えば、ね、それがなくても、非常に手旗信号で、ね、知ってる？右手こうやってやったら、右に曲がれ。こうやってやったら左に曲がる。わかる？その反対。左を伸ばしたら左、こうやってやったら右に曲がるって。知らないでしょ？今の子供たち。ね。自転車でもそうやって曲がってる人いないし、このストップバーシステムを使ってね、完全に要は念を入れて本当に再発防止をする気持ちがあるのであったら、550メートルを超える指定状態であってもこれを使用することが効果的な滑走路誤信流予防策の一つなんだ。だから実際に誤信流があってね、こういうことが起きてる。ストップバーを使っていない。9ヶ月も。550メーターね、見える状況だったから、当日は。どの道使ってないよね。使わなくてもいいんだ。その、使わなくても、罪じゃないんだ、みたいな。そこを強調してきて、正当化しようとする。あんま、ポンドタン出川哲朗がなんかアクションやってるぞ。お前は。本当にこういった、事故を面白半分に、ただおしゃらけて、便乗して騒いでるだけで。本当の純粋な気持ちで、ストップバーをね、120% 生かしたりとか、誤信流を防止させようっていう、そういう気持ちがないんじゃないか。そういうアンポンタンは。
そういう考えが今日本国民多いんだよ。わかる？だからそういう考えが成田空港管理してるところがそういう考えでやってる。電気代もったいないね、利益は出てるのに電気代もったいない。なんで9ヶ月使ってないの？コロナでずっとお客さんがいなくて利益が薄かったから、節約節約もったいない。もう目に見えてるじゃん。本来だったら国土交通省がね、こういったものもうそういったこういったものがあって、こういったシステムがあって、で安全のね、システムと同時にこのストップ板もあって、でなんだRWSL ね、で当然成田空港にもらう似たようなものが入ったわけでしょ。ピッ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 ってねストップバーと赤くなって入ったらピッピーって、だから60秒以上ねパカパカなってても役に立たなかったんでしょ。結局だそこを言ってるのおじいは今の日本人はおかしいと。で国土交通省がねしっかりと安全のことを考えたら、もうこういったものがあってダブルチェックね、ダブルチェックモニターね、それとこのストッパーシステム、日本はね550メートルだろうがすでに24時間ねちゃんとこれを使っているね、日本はものすごく安全だね。過去の日本っていうのは何にしてもすごくそういったものが技術もすごかったし安全性能もものすごかった。特にこういった乗るものに関してとか事故とかいろんなことを徹底してるから。でも国土交通省がそんなずさんなことをしてるね、大たぬきだったら、たぬき大臣だったら役に立たない。国土交通省が全部管理してるわけだから、情報を上げて何かあれば遺憾である。そうでしょ。くだらない遺憾法を出すんじゃなくて、とにかく設置したこれで RWSL とかね、こんなようなもの似たようなものを設置はして、ああ終わりじゃないんだよ。ちゃんとモニターをする専属がちゃんといるかどうか、それを義務付けたりとか、ストップバーシステムを再発してくれて、これをね、最大限に活用して24時間使うとか。当たり前だろ、こんなことを。どう考えたって。それを先頭切って、ね、国土交通省なんだから、ね、それをやらせないと。そうでしょ。何かが起こってから大変遺憾であるじゃないんだよ。人が死ぬたびにどうしようかって。命がなくなってるのに、ね。あの時は550メーター見えてたから、どの道使わないから、じゃないんだよ。で、9ヶ月使ってる。今まで9ヶ月使ってなかったんだから、おじい。やっぱこの気象が悪いんだよ、じゃないんだよ。いつ起こってもおかしくないんだよ。安全なものは、安全の対策のためのものがないんだから、こういったことがいつ起こってもおかしくなかったってことなんだよ。だ本当ね、そういうコメントをしてる、あんのぽんのたん、本当、一言他人事なんだよ。自分の身内が犠牲者になってたら、なんて言う？あ？お前たち、ほんと一言だろ？ただ、こういう話題に便乗してああだこうだ言ってるだけだろ？ただ、ああだこうだ便乗して乗っかりたいだけなんだろ？本当に、親身になって再発防止なんか考えてないんだ。
ただ叩く相手を見つけたいだけなんだ、あのなんとかっていう言葉であるけど、次はこいつだ、次はこいつだ、次はこいつだって、ただネタを探して叩きたいだけなんだ。だおじいを見つけて、あ、今度はターゲットはおじいだって理屈をこねて、これは食うだから食う、これをやる必要はないんだって、そんなのばっかり今の日本は。ねえ慎太郎、一番初動に出てきたものもね、やっぱり真っ先に考えられるっていうのはね、一番最初に元パイロットがピンと来ていたのはね、やっぱこれでしょ。まだ飛行機が離陸していないのに着陸許可出しちゃったかもしれませんね。ピンと思いつくのはこういうことなんだよ、よくあることって、ね、解放機が離陸していないのに管制塔で着陸が出た可能性も、だここの可能性があるし、で解放機側がね、あの離陸許可が出て入ったっていうんで、離陸しようとして出力を上げていたって言ってると、話のつじつまが合うし、これは事故当日のことであって、機長のその、 あの関係者によるとっていうのはまだこの後に出てくる話だからね、2日ぐらい経たないとそういうの出てこなかったと思うけど、4日かしかか、それぐらいからでしょ、出始めたのが。だそういったものも一切ない、まだ何がないか分かんない状態からこれが出てるんだから、話を組み立てていくと、だんだん気象に言ってることも組み立てバラバラだったけども、組み立ててくるとつながるじゃない。だこれはこうだからああだからとか、ここはこういうルールになってるからこのはずがない、そこを覆すものがあるだろうってことなんだよ。どうでしょう。だって特別な公務員でしょ。何があっても不思議ではないし、全てのついつまが合うんだよ。なんで止まらなかったんだ。だから離陸許可が出てるから、だから止まるわけないじゃん。だから視聴者さんから指摘を受けたんだよ。いや、許可が出てれば一時停止する必要がないよ。その通りの動きをしてるじゃん。だから6人とも不思議に思わないし、副将した副機長も止めようともしない。全員がそういう認識であった。機長一人が勘違いをしたわけではない。全員がそういう認識であった。全員がそう思ったってことは、トラップに引っかかったってことだろう。違うか。解放機はとにかく被害者です。被害者、まあ、管制塔が悪いのと、成田空港で管理会社が悪いのもあるけど、その悪い状態にある、悪い状態で運営をさせていく、ずっと人が死ぬまで放置をしておく、いいわいいわにしていたのは国土交通省。そうでしょ。おじいがタラレバの話を言ってるって誰か書いてたのもいたけども、事故の原因追及には、ね、犯人探しではないけど何が元なんだ、これがなければ原因がつかめない。でその原因が分かって、今回は真っ先にどうしたの、あのダブルチェックモニターを何6日からやだかって何か言ってなかった。それは何で思いついたの。だってもう福岡でそういうことがあって少子やったからじゃん。考えないたって分かるじゃん。そうでしょ。調査があって何が原因だったんだろう、じゃあその対策してじゃないじゃん。それが始まる前にもう何日からつけることにした。分かってるからじゃん結局。だって調査の結果が出てないのに。
このピカピカつけるとか、おかしい話じゃない？まだ調査結果が出てないのに。だから何か変な力とか変な工作員のそういったマインドコントロールがものすごくわかる。メディアの報道なんて信じられないから。どんどんねじ曲がっていくから。もう安倍さんの件で十分みんな学習できたでしょう。とにかく、この海上保安庁は被害者です。本当にね、気の毒でしょうがない。本当に、亡くなられた5人もね、本当にこれが例えばね、被災地に物を運んでたりとか、人命救助をしていてね、そこでまた余震が来て、ね、亡くなっちゃったとか、そういう殉職だったら、ね、まだ職務中に立派な殉職で、ね、語り継がれるけれども、起きなくてもいい。本来だったら起きない。ちゃんとストップバーシステムとか、ピッ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 もあったわけで、ね。ちゃんと運用していれば、ちゃんと防げたもの。ね。で、ちゃんとしたルールがあるから、ストップバーが光っていれば、ね。そこから、一応許可があったって、ストップが出てれば止まるでしょう。赤信号みたいなもんだから、あれ、ちょっと何かあったのかな。そしたら、タワー、バーが赤くなってますけれども、離陸はどうなってますか。こうなるでしょう。本当ね、どうしたいんだ。何が目的なんだ。とにかくストップバーはね、24時間使う。昼間であろうと夜であろうと天候に限らず使う。ね、信号機だって昼間ちゃんとついている。昼間だったら車が来てるか来ないか分かるでしょ。でも信号があるでしょ、ちゃんと見えるように。昼間も夜も使えばいいんだよ。大切なことだよ。それをやらないと5人浮かばれないよ。ね、即座に使うようにしないと、ストップバー。で、ピコピコなるのに一人いるしても、人を増やさないで、そこってから、他がおるそこになってるから、絶対なんかあるでしょ。ねえ。だそういうことでね、どうしてもおじいは腑に落ちないというか、もし、これがね、赤いバーがあったりとか、ね、セキュリティが赤いピコピコになったんだから、ちゃんと本来の使い方をしていれば、こんな事故は起きなかったんだから。で、本当に腑に落ちたのが、離陸許可が出ていた。これを、ただの勘違いとかね、管制とのコミュニケーションでね、ちょっとした違いだねって。それで片付けようとしている。じゃあ、この機長の今までの聞き取りに対する答えは、あってもなくても関係ないじゃん。何のために聞き取りしてるの？意味ないじゃん。だって、ビデオとかそういうのから見て、聞く必要がないじゃん。あ、一時停止をしないで出てバーンって言ってる。これでもう確認できてるから、機長になんで聞くの、わざわざ。言ったことを否定するんだったら、受け入れないんだったら、聞く必要ないじゃん。怪我して苦しいのに。点滴だって外れてないでしょ、大やけどなんだから。そんな状況で、ねえ、頑張って、聞き取り調査に応じて、何もならないじゃん。
まずはその内容を疑うことからではなくて、もし仮にそれが真実だとしたならば、あ、話がつながるねっていう、つながっちゃうんだもん、ついつまがあっちゃうんだもん。そうでしょ。そういうことなのよ。で、ありがとうって言ってるのはもう飛ぶ気満々だよねって書いてた人もいるし、もうその段階で飛ぶ気満々だったかもしれない。で、まだ隠された何かがあるかもしれない、ね、そういうことなのよ。だからとにかく飛ぶ気満々だった。それでそれが6人同じように情報を共有していたってことなんだよ。だからそれを前提としてみると、全てのこの発言と動画で見る解放機の動きがピタリと一致するよね。で、それからいくと、じゃあストップバーの役目もね、いや、ここの所得でどうのこうのしたって、そこの滑走路ね、これ知ってたはずだ、どうのこうのって。だからそれも、知ってたはずだって、決めつけて言ってんじゃん。おじやって、そんなの、わり、知るときは、痛いとかで、くね、当てめでないってね、そんなコメントいっぱい来てるけれども、じゃあ、逆にお前らだって、調査結果だって出てないのに。なんでそんなことが言えるんだ。そうでしょ。本当都合のいいところだけ、これはこうなってるからあんなってるからじゃなくて、こういったことっていうのは何かが守られていないから起こるべきして起こることなんだよ。だからね、本当あれが正しいこれが正しいは調査中なんだから、そうでしょ。誰も正しいことを言えるわけがない。そうなんじゃないの。だ、意義ある目標も関係ない。意義なんかはいらないんだよ。わしの考えとして書きなさいって言ってるの。おじいは間違ってる。これはこうなんじゃ。いや、そのこうなんじゃも、だってまだ調査中なんだから。ほっと。何をおっしゃるの、ね、まあ、そんなわけで、おじいはただ、すべてこの辻褄が合う、仮説を立てましたよってことなんだよ。そしてこの問題は防げましたよってこと。二重三重に防げた。ストップバーを使っていれば防げた。ピコピコ誤信任を知らせていたから、それも対策していれば防げた。60秒以上なんでほったらかしておいたの。通常の空港ではありえないでしょう。羽田空港は宇宙で一番危ない空港。これが分かったってことだね。結局。おっかなくて乗れないよ。ずさんな管理をしている羽田空港。そうでしょ。だって誤信任を帽子をつけてたって全く役に立てない。十何人いて誰も気にしない、ほったらかし。ストップバー9ヶ月ほったらかしね。で、コミュニケーションが取れないような管制官ね。違う。そんなにおかしなこと言ってる。はい、そんなわけでね、元気なおじいはもう仮説として一本つながったから、解放機は被害者であるよ、トラップにはめられた、そうとしか思えない、ね、で、今後出てくる情報で、解放機のね、ブラックボックス回収されてるわけだからね、機内の中での会話がどうだったのかとかね、あとは本当に本当の意味のやり取りがね、とか、あとまあ、1回目、2回目、3回目の飛行とか、ね、それ以外のものとか、全部証拠。他のところはだって問題がないと思うよ。なぜ4回目だけできたのか、
だからしかも4回目だけ夜だし、余計ストップバー必要だよ、ね、ストップバー、手動のストップバーと自動のストップバーとあるし、ね、羽田に設置しているのが基本的には手動でやったりするって書いてあったけども、さっきのあれ見ると新しいのは自動でできるみたいだから、ね、どっちのやつがついてるかわからないけど、どの道大間さんのゲートと同じで赤がついていなかったらもうゴーって、ね、これを言っていないからダメなんだとかって言うのもいいかもしれないけど、いやだからその離陸許可が出たと思って言ってる人にそれは通用しないじゃん。そうでしょ、そういうことなんだよ、ね、だから海保局はね、被害者である、日本航空も被害者である、そういうことなの。で動画を見てる皆さんもね、綺麗事をおっしゃる、犯人探しではないね、誰がいい悪いかではなくて、今後二度とこんなことが起きないように亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともにね、徹底的なね、探し防止策で二度とこのようなことが起こってほしくはないって綺麗事でみんな言うんだよ。ストップバー24時間使うね、で、あとはね、二人体制でやってるわけでしょ。ね、あとはパトランプでプル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 ンっていうのをね、つけるなりなんなり。ね。そこのところで防げるでしょう。あとは新しいものがあれば導入していけばいいと思うけども。もう今までのもので、ね、対策案として出て、やってたものを、が備わってた。羽田空港にはあった。このピコピコもストップバーも前の重大インシデントで対策としてこういったものを使うというものが両方ともあった。あったのに起きた。なんでなんだ。問題はそこなんだ。だから羽田の運営と国土交通省。そこだよ。そこだよ。責めるべきはそこだよ。管制官が悪いっていう人もいるけども、確かに管制官も落ち度がある、何のための仕事なんだ。でも人も足りない、過密大変で、従事見てるわけでもない、分かりが大きすぎる、それは運営体制、管理会社が悪い、そして国土交通省が悪い、この2つなんだよ。管理会社と国土交通省なんだよ悪いのは、責めるべきは。だって管制官はそこで働いてる職員一人に過ぎないんだから、この人が悪意を持ってミスをしたわけではないね、まあミスというか怠ったわけではない、無理が生じて起きたことなんだから、そうでしょ。本当ね、どん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 ずれていっちゃう。ね、だいいのよ。おじいのやつは、まだ世界で一番最初に初めて出た仮説なんだから。機長の言ったことが丸く収まる仮説。ストップバーが動いてたら起きなかったよね。これもなんでダブル体制でやってなかったの、福岡みたいに。やったら抑えたよね。100% 防げたんです。他のところは対策として、ストップバーもペコペコペコも対策としてこうするっていうことの、これでまとまった案内で、どうしたらいいのかっていうのを調査報告の後にまとめたものの内容なんだから、全部。そうでしょ？で、それをやってれば間違いないんだよ。やってないんだから。そうでしょ？単純な話じゃん。そういうことです。ね。はい。もう寒いし、ほんと、眠いし、寝るよ、おじいはもう。ね、1時5分になっちゃったもんね。もうすぐ寝るからね、おじいはね。はい。そんなわけでね、ここまで見てくれた方、
一人二人いるのかいないのか分かんないけどもね、最後までご視聴いただきありがとうございました、ね、これを覆すもっといい仮説ができた方はお知らせください。以上です。またね。バイバイ。